くれ <music> というわけで、えー、今週もですね先週に引き続きミクレンジャーからレッドが来てくれました伊藤美さんですお願いしますレッドですイエーイ いかがでしたか改めて先週のねそうですね、うん、あのー、まずこの岩舟山っていう聖地に来ること自体初めてでそうだよね車で中入ってきた時からうん、わ本物だって思って本当車ぶっ壊れるからねこれすごい山道で、うん、わこんな大変なところでやってるんだなってところから、うん、そこでサプライズで、うん、そうだよサプライズだったそうだそうだそ,そうだヒーローたちから 声をかけてもらい <laughs> でまさかこんな展開になるなんて思ってもみなくてこの撮影してしましたけど、うんはい、今この状態でも夢みたいな感じです、うんね、まだそうだよね俺人生でねあんなに手震えてる人初めて見たいやなんかもう手で「ああ!」ってなっちゃって <laughs> もうもうしかもあの人って本当にびっくりした腰が砕けそうになるんでほ、ね、<laughs> 本当に立てなくなっちゃって, <laughs> てな,なっ,って。<laughs> <laughs> いやあれいい経験でしたねあの本当にはい私もいい経験でした一つで私驚くとこうなるんだって思いました、ね、あの本当にあのみくちゃんサイドのスタッフの方々にも今回は本当に内緒にしてくださいって言って、はい、よく多分分かんないけど俺のイメージは内緒と言いながらちょっと知ってるみたいなこととかあるんだけど本当リアルなみくちゃんの反応とかをそのミックファンの方が見てこう こんんななののああるんだっっっててて思ももらいたいなっていたう一つあり、うん、そもそも特撮を好きになったのって、まあ、先週ちょっと触れたかもしれないけど、はい、こう詳しく言うとどどここからどんなことでっっていうのってある最初は、うん、私弟が二人いるんですけど弟がちっちゃい時に見てて、うんうん、それを一緒に見始めたのがきっかけで、うん、その最初の作品が「ハリケンジャー」だったっていうのから始まってるんですけど、うん、そっから。 飽きるるこことととななく、く卒業することなく<ス>ちゃんん全全部部、見てんだ全部あ、まあ、でも受験の時とかっていうのはちょっと抜けちゃってるのはあるんですけどでも基本的には全部見続けてでちっちゃい時は弟と一緒でかっこいいなとかこの爆発がかっこいいとかこうアクションがかっこいいみたいな感じで見てたんですけどちょっとずつ高校生とかになっていった時に見ると。 ストーリーリ展開とかあとキャラクターの中身とかっていうのがすごくどんどん好きになって理解できるようになってきてもうこのまま卒業することなんか今に至ってる感じですだってもう本当にもう満載のブログ書いてたもんね <laughs> そうなんで毎週書いてたブログがあってはい、はい、もうだってあれはだから「ライダー」と「戦隊」どっちも見てどっちも1話ごとに全部書いてたよねブログて 小太郎出てきた回読んだ時から <laughs> やばいみたいな感じで、うん、で、結果仲間になって、はい、あの兄弟設定尊いいみたなすごいちゃんと読んでくださって本当にちゃんとした文書けばよかった語彙力が足りててななくてなんかだからすごいそれが新鮮でその声優さんで。 自ら自分も表に出てらっしゃる方がそんなに特撮好きなんだみたいなのが、ね、結構僕衝撃で<ー>で僕は初めてそれで多分ね文化放送でご挨拶をサプライズでさせていただいた時の動揺の仕方も <laughs> 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 いやあれはすごかったですね,ね知らなくて聞かされてなくて聞かされてないこと多いね俺のことに関して、ね、<laughs> 聞かされてなくて、うん、でその前の週かなんかのラジオの自分のラジオの収録で。 いやサソリオレンジとスカイブルーがもうすごいよくてっていう話をした次の週とかで驚いちゃってななるるほほどど移動する椅子だったんですけど来た瞬間「さあ」って後ろに。なってたなってたやあっつかそれもすごい新鮮だし何よりあのミクちゃんが戦隊好きだっていうことをあのだいぶ公にしつつもそれがそなんだろうなこうやって実際やってみるみたいなのは。 多分そんな,ないと思うのだからとにかくその喜んでいただけたらなって思いとあとその実際に意外とその戦隊ってなんか結構ほら浜翔吾とかが全然違うキャラクターやってたりとかなんかその俳優としてもみんなすごくいろんなものがあってっていう意味で俺とか今回戦隊の人たちばっかだったけど。 ライダーも好きじゃん、てかライダーすごい好きじゃん。大好きです。ライダーはさ、どんなところがこう、例えば戦隊との違いみたいなさ。そうですね。うん、どちらかというと、私もその戦隊は。うん、もちろん大人も楽しめるけど、うんうん、ちゃんと子供がしっかりと楽しめるものっていうイメージがあって。ねねうん、ライダーの方は大人向けなものも結構あったりとかも、うん。あるよね。するので。確かに。はい。 じゃ大人になってから話的にはライダーのほうにグッとくることもよくあった例えばそのこのこの例えばじゃあいやでもそれがそれがそれがあのライダーはもちろんその大人として共感できる部分とか人間として共感できる部分いっぱいあるんですけど大人になったからこそレンジャーの良さがすすごいよくわかんでよ嬉しいよ。やっぱり子供 に向けてのメッセージって。すごく紳士で。なんかポジティブで勇気がもらえるっていうヒーローの原点みたいなものがやっぱり全部詰まってる。のが。その戦隊ヒーローだと思うんですよ。で。これいいこと言って。喋 <laughs> りすぎ、喋りすぎちゃうんですけど。多分みくちゃんからしたら先輩の大先輩の神谷浩史さんがね。はい、あの九連チャーでご一緒させていただいたときに。はい あのまあ、戦隊とかライダーって特に戦隊とかって子供だましだって思ってる人たちがたくさんいると、うん、でも子供だましっていう仕事ほどすごく素敵なものってなくてっていう、うん、その子供に対して本当に僕らがいるっていうことだったり、うんえー、こんなことを思って例えば、えー、悪い、悪まあ、完全懲悪じゃないけど、うん、なんかそういうことを素直に伝えられるお仕事ってすごい素敵だと思うから、うん、僕はすごい誇りを持ってるって言ってて。はい なんかそれってそういうことなんだろうなっていうのも思うし、それがすごくこう伝わってきてるというか<ー>ファンとしても、大人になってからこそ見るべきじゃないかなって思います。うん、大人になってからこそ見るべきじゃないかなって思います。聞きました皆さん。<laughs> もう本当にその通りです。<laughs> <laughs> なんか忘れかけてた感情とか、ね、確かに,確かに楽しさとかっていうのはやっぱり。そうかもね。俺もそうかもそう。 結構しかも内容ちゃんとしてるよね。ちゃんとしてます、本当に。面白いという。泣きますもん、全然。もう大人でも。キュウリンちゃんの時、ちゃんとバラバラになったりしてるから。なんでって。なんでってなりながら、こちらサイドも見ておりました。本当だよね。エレちゃん。人生初めて僕は人に楽曲提供するっていうこと、をさせてもらったの、がミクさんだったわけで。あの君に話したいことっていう、この前のアルバム。はい、ポップスキップの。ポップスキップの。 「ポップスキップ」のアルバムの中の9曲目に9曲、うん、目に9曲目に9曲目に9曲目だったんですかねあれはたまたまですけどたまたま,たまたまだったんですかね <laughs> 選んでくれたんですかねねでそれで「君に話したいこと」っていう曲を提供させていただいて、はい、作詞作曲で、はい、なんかあの大人の女性の、えっと、友達に対しての曲を書いてって言われて、はい、もうねほに。 難しくてわーやっぱそうなんですね私実際こうやってあの君に話したいことのお話を岸さんとするのはだからそうなんだよカメラの前でするのは初めてです俺にとっての君に話したいことってそれだからね本当に <laughs> 君に,本当本当にうまいいや本当にだってな、はい、ら最初ねそのディレクターさんから、まあ、恋愛の曲とかじゃなくてお友達に対しての曲を書いてほしい、うん、でも爽やかでどこか夏を感じられてあと岸君っぽくてみたいな。うん っ、うん、<laughs> ってなってなでもあのこれねリアルに言うと「期限が1週間です」って言われて、はい、そうなんですよね, 1>, ね1週間、うん、1> ってなったんだけどでもとにかく俺はその空ちゃんとの,あの曲も聴いてるし、うん、これもぜひ書かせていただきたいと思って書いててやっぱり23歳とかの女性の歌詞って分からんすぎていやそうですよさすがに妹にに電話した <laughs> ああさすがコしたの妹に。 友達とかって最近どうっていう謎の言葉。<laughs> お兄ちゃんから。<laughs> 兄から、うんうん。友達とかって最近どうかなみたいな。びっくりしますね。うん、はって返ってきて、もう,さんもうん。なんかどんな感じなのって言いながら、まあ普通になんか話してて、うん、全くいいヒントもらえず。<笑><笑>もらえなかった。もらえなかったです、ね。でもなんか、はい、想像の中で。同世代の。年が。こう。年を重ねた。ね、同世代の。友達っていうのは、うん。何か嬉しいことがあった時に。 一番に伝えたくなるとか頑張れてるのっていうのはもちろん恋とかもそうかもしれないけどその友達が頑張ってるから頑張るみたいなのってすごいあるよねっていうふうに思って、うんうん、それをなんかちょっと大人っぽくかけたらいいなっていう思いでなんかねあの結構あれ書き始めてだから1日ぐらいしかかかってなくて<ー>そ,<う>そんなに短いそうそうそう。でサビが「どんなラプソディーも」って始まって「はい、あのラプソディー」はこれリアルにあの初めて言うんだけどその曲を書く 前に聞いてた曲に俺だいぶ影響されやすくてたまたま神谷さんの曲で「ラプソディ」っていう歌詞があって「ラプソディ」ってかわいいな,なんかょミクちゃん歌ったら合うなと思ってどんな「ラプソディ」もから始めてそっから歌詞をこう書いてったんだねあれねああそうだったんすなねんかあって「ラプソディ」っていう歌詞が「ラプソディ」っていう響きはすげえ可愛く思ってでもなんか子供っぽくないしもうちょっと大人っぽいなと思って。 っていうを始めたりして、で人にちゃんと書いたの初めて、スティンガアさん以外初めてだったんですよ。だからあれ俺だし、あれ俺だしって書いてるけど。<laughs> いやまあそうそうですね。そうそうそう,そうだからねすごいいい経験でしたけど、えどうどうでした歌ってみてっていうかさ、はい。来て。いや私も、うん、あの最初アルバム曲新曲、うん、5曲入れますっていうので、うん、どんな曲がいいですかっていう打ち合わせをスタッフさんたちとしてて、うん、でその中でドライブに行きたくなるような、そう,そう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 。爽やかで。うん なんかアコースティックギター片手にみたいな曲が今までなかったのでそういう曲歌ってみたいですっていう話をしてたらディレクターさんが岸さんがいいんじゃないかっていうので言ってくださってえっあのキューレンジャーの岸さんですかってやっぱ最初はなってでも楽曲も本当とに岸さんの楽曲って。 本当に素晴らしいものばっかりしかなくて <laughs> 私のイメージにもぴったりだし一緒にお仕事できたらなって思ったので、ね。 で、オファーさせていただいて、そうだね。っていうのから始まっていやレコーディング頑張ってました、ミックいや、レコーディングどうでしたかレコーディング良かったよもうね、もうおじさんはもう本当になんていうかあの、じゃあ頑張りましょうかなんつってね、話すやつでよろしくお願いしますって、よろしくお願いしますの声がまずいいわけですよね聞いたことない声なわけですよで、じゃあちょっと歌ってみましょうかなんつって、歌ってそう、でなんか、多分ね、ちゃんと練習してきて、頭にも入れてきて で歌歌って歌っててつるとで、もう一人ディレクターさんがいるわけですよ、うん、アナ井さんと一緒がね。はい、でアナ井さんが結構こうじゃあここをこうやってやってみようかこうやってやってみようかっていうことに対して「はい」って言ってちゃんとその後それをこなせるっていうまずその,、うん、あの実務的なまずスキルがあるのはすごいなってまず思ったの俺。<え>同じ歌い手と側としての判断で、はい、なんかあちゃんと言われたことをすぐ歌えるっていうのめちゃめちゃ強いなって勉強になりながらなおかつそうやってなっていくとあ はい、そうどこだっけな後半えー、っとね「ね寝れた空に虹を陰でてあの歌がどうかこのままに君への旋律をだ奏でよう」にしたんだけど、うん、ちょっと違かったんだよねあそこ最初ちょっともうちょっと言葉が詰まってるから、ね、そうだよねーーでそう変えてですぐそれも直ね直って歌えて俺だから人生初ディレクションだったわけですよもちろんその自分の曲っていう意味で。うんえー だからね、すごい勉強になったしみくちゃんがちゃんとそもそももちろん可愛くてあの声もよくてっていうんだけど歌がうめえっていうところに結構ねあのドキドキしてこの前ライブ見させていただいたじゃないですか、はい、でラップソディ持っっっっててててここううやややか踊りましたねややってね、はい、そうで、ちゃんとね最初から最後まで歌を歌ってるって俺でさえ途中あの、音源入れてる時ありますから。 もう無茶な曲とかはやったりするけどちゃんと歌ってたでしょいや練習しましたね,ねその岸さんの曲を歌うってなった時に、うん、もちろん自分自身もすごい嬉しいんですけどその岸さんのファンの方にも恥ずかしくない歌を届けたいって思って <laughs> そんなことを思っていたのか。 その岸さんを応援してる方にもやっぱり岸さんの初めての提供曲ってなったら、ね、やっぱりファンの方も嬉しいじゃないですか私がファンだったら嬉しいからで聞いた時に「あこの子の歌か」って思われないようにこう「あ伊藤でよかったな」ってちゃんと ファンの方にも思っていただけるように恥ずかしくないように歌おうって思ってめちゃめちゃ練習しましたいや,いやほんとすごい100万回ぐらい聞いたもんねだからあれカラオケに入ったらですねあの騎士ファンは必ず歌うことということで <laughs> 女,性、ね、女性のキーなので,のなので,でいや本当になんかだからそういう意味ではいい経験させていただいてあとね自分の曲にねダンスがつくっていうのがねもう非常に嬉しいの俺はあ本当ですか踊れないオブザイヤー受賞してるからえ踊れないのね踊れないですびっくりするぐらいもう急玉マダンシンギリを いい <laughs> いやいやいやもうギリよあれギリアウトよアウトですかもうギリアウトだったから、はい、あれでさ自分の曲にダンスがつくっていう一番想像ができないところがすごい俺はもう視覚上うれしくてあとねこれあのミクさんのファンの方にお伝えしたいんだけど、はい、そのライブ見に行った時に声かけてくださって「はい、スティンガーさんですよね」って「<お>はい」っッて「ミクに曲書いてくれてありがとうございます」<ー>って。 あの言ってくれてめちゃめちゃ嬉しくてうおうちのファンは素晴らしいんです <laughs> いや本当に素晴らしいファンの方なんですなんかやっぱりねどこまで行ってもその僕ももちろん作曲家というかね、えー、提供させていただいたみでもあるでしょ、はい、同じシンガーソングライターシンガソングライターやっててそのファンの方に曲書いてくれてありがとうございます僕すごい好きですって言ってくれたのって、うん、結構嬉しくてでその後さ その晴れた空に虹をかけてんところもあのお客さんはなんかいろんな色で虹かけようとなんかや<ー>やる企画やっててくれたみたいで、なんかさ、会にや本当にありがとう本当にいやこちらこそ本当にお客様ありがとうございますありがとうございます素晴らしいね <laughs> グッジョブだねグッジョブグッジョブだよねエレちゃん今後の伊藤美久ちゃん。 考えた時に、はい、伊藤美としてもちろん仕事もそうだし、うんまあ、プライベートの女性としてどんな女性になりたいかみたいなとかも俺は聞いいてみたそうですね、うん、お仕事面では、うん、そうだなずっと人から愛される表現者になりたいっていうのは言っていて、うんうん、人から愛される表現者になりたい いいねその言葉いいなうんんなかあ。りがとうございますっていうのはずっともあるんですけど今もそうで将来そうですね近い将来であれって思うのはツアーとかをやったことがないのでアーティストとしてそうなんですこの前ワンマン俺見に行ったのは1年に1回のはいワンマンライブなのでそっか。 も,うもちろんそれを楽しみにみんな来てくれるっていうのもいいんですけどいろんなところで歌ったりとかもできたらいいなとしてください思いますしやりたいですって思ってますし役者としてはこう自分の気持ちをしっかりとす届ける役者になりたいなと思ってます。ままだだ部分が本当にどっちも そうなんですけど歌手としても声優としてもまだまだな部分がたくさんあるんですけど、うん、その初心はずずっと忘れずにもうねまっすぐで泣けてきそう俺は <laughs> 俺はなんんな<笑><笑>んんんちゅうとでもない,いやー忘れずに感謝も忘れずに、うん、自分のできる目の前にあることをまず一生懸命やろうっていうのがを続けていくことが将来もうそうですね将来の。みんな聞いてる ね、<laughs> お互いそうやっていきましょうか。生きていきましょう。あ、そうね。じゃあ、あプライベート女性としては。はい、<う>女性としては、うん。今何歳だっけ。二十三人。二十三でしょなりました。なったばっかりです。二十三ですか。はい。大人っぽくて。余裕が。あるあ、ね。女性に。なりたいです。うんうん、まあ、今日。 今日っていうか先週の見てもらったら何も余裕がない伊藤さんしか映ってないと思うんですけど。美人も感じられない。美人もってなってる伊藤さんしかいなかったと思ったんですけど、プライベートでしっかりとなんか芯が通った女性になれたらいいなって思います。なるほど。え、家事とかさ、自炊とか得意なのその全然全然。夫？全然です。料理とかしない？あんまりしないですね。本豚キムチは作れます。 俺、それでオッケー豚キムチと焼きうどんは作れますああそうですかそれはなぜその二択をチョイスしたんだろか炒めるだけだからです入れて炒めるだけだからそしたらね、できるだろうとそうなんですなるほどね。エレちゃんそうね、でも余裕っていうものはねでも二十三歳で余裕でも、キッスさんは余裕がある男性じゃないですか違うと思うよわかんないいや、なんかこうすごいやっぱりディレクションの時とかも 最初からずっっと笑顔で、うん、いいい、よ、大丈夫ってすごいもう本当にヒーローみたいに勇気づけてくれたりとかもしてたのでなんかあれじゃないぶってたんじゃないから俺ぶ <laughs> って, <laughs> つけて,てたんじゃないから <laughs> でもねそのディレクションの時は意図的で俺が逆の立場が分かるから<ー>歌い手の立場が分かるから、はい、某僕のね師匠でねまあまる子先輩っていう、ね、<laughs> まあまる子達郎っていう人がいるんだけど、はい、その人が <laughs> 10代の頃に「うん まあ、わざとわざとこう厳しくっていうことで、うん、あのねレコーディングするじゃん、はい、じゃあ A メロからいくよって言って、うん、で歌いだしてあのねダメだと何も言わずにイントロがもう一回始まる、うん、永遠にずーっと怖い<っ> <laughs> でサビ行ったと思ってサビまで行けたと思ってでその2番の A メロがまたダメでまたイントロに戻るっていうのを、うん、でね俺1時間ぐらいずっと歌ったことがあって<ー>あれでもう心は鍛えられたんだけど 俺はもうしないそういうこと <laughs> <laughs> いやよかったらそんな時俺はもう,もうすごい名前腐ってたし逆に言うとその歌いやすい環境を作るっていうのもその後マシコさん別に普段マシコさんって言っちゃった <laughs> もうまるでもなかったです <laughs>、まあ、マシコさん普段はそんなことしないのその時はそのスパルダでやってくれてだからなんかその結構そのブースの状態って大事だなっていうこれ結構専門的な話だけどー、はい、ブースでさで大事じゃん、はい だからそれは意識してたけどそれ以外は全然余裕ないしもういつでもねああしようどうしようみたいな話してますねいつもまあ悔しいって思うことも大事だったりとかもしますしね,ね私も君に話したいことを歌ってる時にディレクターさんから「うん、いや、岸君の方が可愛いって言われた時に「クーってなって。 まあそうだよなってなって頑張りますってな。それ面白いね。そう言ってたね。あの超可愛くぶって仮歌とか歌うわけですよやっぱり自分で作ってるから。どこだっけああのだからサビをさなんかちょっとサビだっけエメルエメルなんだっけエメルどういう歌だっけ俺。そう青い風青い風でその私でかけてたそんなあわい夏の日ってやってたの。 こうやって歌ってて歌ほしいから夏の日がべらぼうにかわいらしくて<う> <laughs> で、そこが本当に勝てなくていや、勝てるっていうか勝てないんですけどそもそも勝て <laughs> な,ないんですけど <laughs>、うん、そこ、ね、が、うんそうね、もうディレクターさんもお気に入りでもう岸さんの声でデモが来てたのでもうディレクターさんもお気に入りでやっぱこのかわいさが欲しいっていうので <laughs> 何回もそこはすっごいやりました。<laughs> な井さん岸くんの方可愛いな岸くんの方可愛いっていやでもだからそういう意味でいい経験でしたねでも確かに言われてたねそれね言われました何回もやったもんなあそ,そこねめっちゃやりましたそうだよね岸くんの方が可愛いな <laughs> <laughs> 確かにそれあってうわ懐かしいそうだエレちゃん普段のこれちょっと聞きたいんだけど、はい、最近ねその私があの買ってあの経済番組をやってるの今 あ文化放送でそれこそ素晴らしいです、ね、意味が分かんないんだけど文化放送をね、はい、やらせて毛背もんもやらせてもらってて毎週この本読んできてって言ってそれを読んでその感想をその放送で伝えるみたいなや,やってるのね、はい、だから本を今まで読んだことなかったんだけど読むようになって、うん。 したら、効率のいい時間の使い方とか大事だったとかっていっぱい書いたんだけどみくちゃん、休みの日は何してんのかなと思ってああ<ー>。そう、お休みの日、本当にないと思うよ、あんまりなんか、例えば半日オフとか、うん、じゃなくてもし仮にマネージャーさんから、はい、あ、伊藤さん明日一日オフですって言われたら言われたらあ何する何しようマジで一日オフですって、そのないのは分かるんだけど、はい、でも、基本的にはその、インドアなのでうん。 家にいることが多いかもしれないです動画見たりとかそれこそ YouTube 見たり本読んだり、うん、テレビ見たり、うん、で、あれもう夕方かなる、うん、みたいになっちゃうパターンが多いかもしれないですい別にアクティブに動くタイプではない、はい、なんかもうあ一日オフだから旅行行こうとか、うん、ならないなる人が本当に素晴らしいと思ってますあじゃあ同じ流派ですわインドアですわ。 YouTube 見てたら急に夕方になってるよねあれみたいな朝だったはずなのになんて大食い動画とか見てたら「あれ終わってる」みたいな大食い動画とか見る人大食い動画とかお笑い芸人さん好きなのでそのコントとか見てたらあれみたいなあ見るえあのさ自分のやつ見る自分のやつは見ないです俺この前伊藤美久ちゃんの見たんだよね嫌ですあのね美久ちゃんがなんかあのさ生放送やってて生放送のアーカイブかなんかだと思うけど 君に話したいことが落ちになってるなんかねやつがあったの。関西弁かなんか喋ってる。あはいはい。博多弁だっけ？関西弁。あありますね。あの応援してのコーナーじゃないですか？ラインライブの。で自分の曲が落ちになってるのが面白くて。すごい。本当にあの曲に助けられて曲あの曲を流しとけば落ちると思って。やめろ。落ちる。思われて思われいあよかったってなるっていう。なるほどね。はい。 戦略です。いや恥ずかしいですね。自分はちょっとはい。あれ関西弁だったっけね。博多弁か。で言えなかった。言あれはね確かにねどんな男性でもねあれはキュンとくるやつだったな。え本当にですか。全然言えなかった。あれはずるい。だってあれ俺君に話したいことが流れて我に帰ったけどあれ流れなかったら危なかったもん。危なかったってな危なかった。危なそのままずるって危なかった。ああああとなるとこで自分の曲流れるから。 みたいな感じでよ、本当にいやすてきなお兄さんです本当にありがとうございますだからもうエンディングの時間になっちゃったけどあらあっという間ですねあっという間まあ今日一日というか2週分ねお送りさせていただきましたけどもまあエレちゃん全然 YouTube っぽくなかったかもしれないすごい行った時に YouTube って聞いて行ってたらすごい人数の人がいたからそうだね下手したらテレビより多いガチのカメラとそうねってってびっくりしたんですけどでもなんか 生きてて良かったなって思いました <laughs>。生きてて良かったなって思いました <laughs>。今もう金文字でもらうのよこれ。<の>生きてて良かったな。もう特撮ファンの皆様、もう私もそうですし、うん、もうみんなファンは仲間なんですけど、うん、うんねうん、仲間たちに良かったよって言ってもらえるような映像が撮れていたらいいなと思いますし、本当に夢のようでおかし しこの状況はって思うんですけど、うん。でも本当に素敵な。あの機会をいただけて、ファンとして特撮、ファンとして。素晴らしい一日でしたし、うん。たアーティストとしてもこうやって楽器の話を、ね。あ,あの、うん、させていただけたりとかもして、本当に濃い一日でした。あり,したありがとうございます。ありがとうございます。もっとヒーローが好きになりました。今れが一番。はい。 まあでもこれからもね、まあ声優もそうだし、はい、歌もそうだし、もう本当一人の女性としてもね、はい、あの素敵な女性になりますよね。もう俺が揺る立場ではないですけど、これからも俺も頑張りますし、またいつかエレちゃん出てください。あ,ね、あ、ぜひぜひ。またぜひ。それまでにまたこれを超える俺企画考えなきゃいけないから、<laughs> <あ>ちょっとね、<laughs> お待ちしております。うそうだね。 テレ朝で本当の戦隊に出てみた以外もうないよ、ね、<laughs> もうないそれ以外ないよねもうキャスティング以外ですすごいれゃはいフェレーサじゃないよねその <laughs> もうユーチューブではなくなっちゃいますけどでもあのあのミクちゃんのファンの方にもあの楽しんでもらえたなとあと特撮ファンの方にもねそうですねもうあのなんミクちゃんの場所が自分だったらって考えてもらってもいいよねいや本当にそれで考えてください、ね、どれだけすごいことか手がどれだけ震えるか <laughs> 声がどれだけ触れるか、っていうのを。ね、私本当に心配です。最初の、あの、驚いた時の自分の顔とか表情とか。映れるものになっていたのか。あそこだけはもう芸能人じゃなかった。よねあそこだけは。<laughs> 本当に心配。そこだけは心配してます。でも、あそこが一番もう最高の取れ高ポイントでしたね。うん、というわけで、まあ、また。 で、先週の分も、今週も、はいえー、何回も見て楽しんでいただけたらというふうに思います。はいえー、今週のゲスト、先週に引き続き、伊藤みくさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エレちゃん。インスタのリングフィットアドベンチャーやろうで。おはよ、い、う、大さ,さんです。よろしくお願いします。いますはい。パ はい出ました,ました筋肉は、えー、一生の相棒,の相棒 <laughs> リングフィットアドベンチャーはい。このゲームまあ楽しくね、ゆるゆるとね、やっていければと思いますのでいやいやいや,いや結構な運動量でしたよもっとさっき楽しんでやるって言ってたじゃん <laughs> もっと